さあやっていきましょうか。バイオハザード6。本日も背中がパックリと開いてしまったセクシー露出しているアシュリーちゃん。アシュリーちゃんって言っちゃって。シェリーちゃん。間違えた。やり直す？いや、このまま進めていきましょう。さあ、シェリーちゃんをパックリと見つけていきながら、見つめていきながら、雪山探索をやっていきましょう。ということで、本日もエンブレム破壊の旅をお付き合いください。ぜひね、冷たいすっきりとしたドリンクをね、片手にゆっくりと楽しんでいってくださいね。ぜひ、そして、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけたら幸いでございます。ところで、一個気になるんですけどね、これ、よく見ててね、注目。よく見てください。知らねえぞ、どうなっても。さあ背中から抜くぜぐんぬあこれが G ウイルスの力こんなの痛くもなんともないヘでもないぜなぜなら全然の体から重力半端ねえばキューンなんだけどこれ、ね、背中のさ空いてる部分これ見たらさこの位置だったらねもう男にとってはもう宝物の一つであるブラジャーが見えてるはずなのにないってことはこれ今ヌーブラなのかなどうなんだろうね本当にどうなってる？なぜお前は下着をつけてないんだっていうというところですね。はい。Maybe it's your blood they should be testing for vaccines。というところなので、はい。まあいろいろと研究をされたというね、12歳からこの26歳になるまでのね成長の記録っていうのもね、もう特にお胸とお尻の部分を中心にやねいろいろ研究され尽くしたというね、本当エロい学者さんたちに囲まれ続けた幼少期だったんですけれども、まあなんとかこれを無事に切り抜けて、What are you doing? 低層だけは守っているという素晴らしい女性でございます。The data is gone. What data? Your data.Your blood analysis, your genome, everything that we need to make a vaccine. No, I mean everything I need to get my 50 million. 娘ちゃんがね、その嫁さんがそのなんだろう、4月に職場復帰して、でまあ嫁さんのね仕事の形態的に平日休みになることが普通なんですよね。だから土日僕しか休みがなくて、で平日はまあ娘ちゃんが。I had all your intel saved on a handful of data chips. We've got to find them. In the middle of a snowstorm? Really want me to work for that money, don't you? なくなくじゃねえや預かってもらえないけど預かってもらえないことの方がとか預けないですね娘大好きだから娘ラブだっていうのもあって、まあ、娘とね、普通的に、ね、過ごす時間が増えてきたんですよ。だから平日普通に仕事して、まあ、在宅勤務とかもしてるから終わった後に、okay. 娘ちゃんを、ね、First we find the data. Then we'll take shelter there. So this data you need to find? It's about me, isn't it? There are three data chips. I lost them in the crash. The locator will pinpoint each one's position.5時半、6時くらいまでかな、土日過ごしてっていうのね、のがあるから。まあ、そのおかげで、まあ、娘と過ごしてお昼寝とかも一緒にするようになったからなのかわかんないけど、こう2年間で、ね、ずっともうほぼよ、多分730日以上娘が生まれてから経ったけど、ね、ほぼ娘ちゃんね嫁としか寝なかったんですよ。まあ、生まれたての頃はちゃんと自分の布団とかで寝てくれてたけど、自我に目覚めてからは僕とはほぼ寝てくれなかったんですけど、最近ね、バブルなのかブームなのか、僕と一緒に寝てくれるようになって、ちょっと待ってね、何をしてるかっていうとね、ちょっとエンブレムがこの辺にあるっていう情報を手に入れたんですけど、エンブレムがどこにあるかっていうのがちょっとね、全然わからなくて、エンブレム、あるよ。あれ当たんないですよ。あ、分かった。ごめんなさいね。そう、エンブレムずっと狙ってました。失礼しました。何してんのこいつって思ってたでしょ。そう、エンブレム。エンブレムを破壊するための、今回パートをやらせてもらってますからね。あ、ジェイコン、またせごめんね。待ってたよね。パート取ってあげる代わりに。そうそう。まあ、ね。とはいえ、まあ、ね、娘ちゃんもね、別に嫁で寝ないわけじゃないけど、僕があやしても、一緒に寝てくれるようになったっていうのは、もうね、これまで2年間ずーっと寂しい思いをしてきた僕からするとね、もう本当にね、もう願ったり叶ったりっていうね、もう至福の時でございますよ。まあそこまでね、いろいろとね、嫁さんの苦労だったりとか、しんどい思いだったりとかっていうのがあってね、なんかさ、一生懸命僕も別にさ、子育てしてないわけじゃないし、極力参加してるようにはするんですけど、なんだかんだね、しんどい部分っていうのはね、全部嫁さんがこうやってくれたりするんですよ。そこに関して、なんだろう、
な。そうか、あれは自由でなしってゲームするのか、負担が少しパパとしてもまあ、ね、あんまり良くないところなのかなっていう感じで失敗しにくりするんですけど、うん、寝ることに関してだったら、その牧師でね、あやしても全くね、もう泣き止まないでずっと泣いてるから、もう仕方ないから嫁さんに預けたら、嫁さんだったらあのゆっくりと寝てくれるっていうのもあったんですけど、もう一つ苦労があって、あのおしゃぶりね、これで苦労してるあのパパさんママさんたくさんいると思うんですけど、うちもその一人で、あのね、おしゃぶりが全然ダメで、あのもう本当4月くらいにようやく外れたのかな。でもそれでもやっぱり最初のね1週間くらいはもうないと、ずっとギャーって泣き続けてたから、それをね僕がいくらあやしても無理だったし、嫁さんがね、毎日毎日こう一生懸命、はい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 、落ち着いて落ち着いて、大丈夫大丈夫っていう声をね、こうね、あのゆっくりしっかりとあの落ち着いてかけてあげることによってようやく慣れてきて、で今ではもう、そのおしゃぶりがなくてもちゃんと寝てくれるようになったんですけどね。それもあって、やっぱり嫁さんがね、こうしんどい思いをしてるから、まあその平日休みね、平日休みだったら娘も保育園行ってるから、あの一人の時間をね、ようやくね、あのゆっくり過ごすことができるようになってると思うので、まあもうあの3ヶ月4ヶ月とか経ってるけど、まあ、ぜひね、これまでこう一人の時間をほとんど取ることができなかったこともあるから、まあ僕もね別にその鬼じゃないし、全然なんか一人でどっか遊びに行ってきていいよとか、友達とかと遊びに行ってきていいよ、土日だったら僕見てるからっていう、その言うてね、声をかけたんだけど、まあ、ところもないしって言っても、嫁の方からね、あの断りがあったから、なかなかね、それでもね、無理やりね、いや、なんかどっか行けよお前とか言って、さすがによう言わへんから、なんかどっか行けよって言い方だとめっちゃ悪いやつみたいな言い方になるけどあーもうこれ、ここでのさ、スナイパー行って危ねえんだよ、危ねえし、行ってしくらってるし、ダメ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 、そうっていうのもあるからさ、世のお父さんはね、もっとね、やっぱりね、あのね、ちょっと大変をガチでやろうと思ったらさ、だって、まあ、仕事でさ、朝早い時間から夜遅い時間まで、土日のその休みの日くらいしかさ、こう娘とゆっくりとこう関わる機会がないのに、あのそれでもやっぱり子育てって大変だな、しんどいなと思う瞬間とかっていうのがあるから、本気でそれを毎日関わってくれている、その、まあ、世の中の主婦と呼ばれるね、その主婦の風は夫人の風なのか夫の風なのかっていう、どっちもパターンとしてやっぱ今のご時世どっちもあると思うけど、主婦をやっていただいている方っていうのは本当に大変だと思うからね、あの片方のもう片方のパートナーの方っていうのはぜひね、あの敬意とあの感謝を込めてね、あの毎日接していただくのがいいかなというふうに思います。僕はなかなかあのそれをあの言葉に出したりとかっていうのは難しいから、せめてお休みの日にあの美味しいご飯を作るっていうことを、まあ、嫁さんが用意してくれた甘い甘いスイーツなんかを買ってね、嫁さんね、ほんと物欲がないから何か欲しいって言ってもなかなかないし、でマッサージを時折したりとかって、そういうこのあのケアとかはね、まあそのボディケアみたいなことはするけども、メンタルのケアってなかなか難しいから、そういうね、食べたいものとかね、甘いものとかっていうのをこうぶち込んでいただいて、なんとかそういう部分のね、あのフォローができたらなーなんていうふうに思ったりしますけど、物欲がないからね、本当にね、だから時々そのこういうのが食べたいなーっていうリクエストがあった時に、もう狂気乱舞なんですよ、嬉しくて嬉しくて、おーもうそういうんだったらもう作ってあげますよとか、どこどこ行って買って差し上げますよとかってね、この間復帰前に、職場の復帰前にね、嫁さんが珍しくさ、うてててててって嫁さんが珍しく、僕が前の職場、今の職場に切り替わる前だから去年までね、は梅田のグランフロントで働いてたんですよ。グランフロントで働いてたって言ったら、大体ここら辺の会社に勤めてもらって、なんか個人特定されかねないかもしれないけど、そう、まあ、梅田で働いてたんですけど、グランフロントの営業、だから南側の方かな、にキルテボンっていうね、フルーツのあれタルトかのお店があるんですよ。フルーツタルト、もう普通に土日に行こうが平日行こうが、あのカフェ側の方だったらもう60分くらい待つの当たり前みたいなところがあって、結構高いんですよ。ワンピース、普通だったらさ、ワンピース400円から500円くらいのケーキって多いじゃないですか。そこのタルトね、ワンピースで1000円前後くらいするんですよ。うん、でそれが食べたいって言うから、またまたまその日、その職場復帰する前日に、まあ、僕ちょっと梅田の方に用事があったから、人と会う約束があったから、
そこに行った時に、買って帰るっていうのをやってね。で、僕も誘惑に負けて、当時その勉強中だったんだけど、誘惑に負けて自分のことを買ってって、見事に体重を戻してしまうっていうね。まあ、その前後にあのチートデイ入れて、そのチートデイがあまりにもちょっとカロリーをオーバーしすぎたせいで、せっかく2キロ痩せたのに1キロ戻ったっていうね、もう意味ないことしてしまったんですけど、まあでもあそこのキルヘボンはね、本当に食べる価値がある。だから大阪に行かれる方は、キルヘボンって確かね、あの何店舗かは展開してたと思うから、あのどっかのキルヘボンに行く機会がある方はね、ぜひね、あの、食べてください。めちゃくちゃ美味しいから、まあ、現地でそのカフェで並んでもいいよっていう方はこれ食べてもいいかもしれないし、全然持ち帰ってもその日に食べてもめちゃくちゃ美味しいから。特にやっぱりそのまあレギュラーメニューっていうのもあったりはするんですけど、季節のフルーツでね彩ったタルトがまあおすすめかなというふうに思うんで、まああの好きなね、あのちょっと苦手ですとかね、あの何々のフルーツ苦手ですっていうのはあるかもしれないけど、まあ食べれるねフルーツとかね、あの秋とかだったらモンブラン系とかね、クリクリとかもあったりとか、さつまいも系とかもあったりするし、あの好きなねフルーツタルトっていうのをぜひ食べてもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。さてさてと言ってる間に2つ目のエンブレムを破壊して、あと1つジェイクのありとあらゆる情報を送ることができればこのシャッタークリアでございますね。はい、さてこのチャプターはね、どっちかっていうとあっちのが大変だからな。スノーモービルで降りていくタイミングであいつを壊さなきゃいけないんですよ。あのなんだっけ、あのエンブレムを壊さなきゃいけないんですよ。だからね、それが結構大変だなって思うんですよね。エンブレムを破壊しつつ下にも逃げていかなきゃいけないし、で迫り来る雪崩に襲われないように気をつけなきゃいけないしっていう、まあ、相当難しいなって思うんですけどね。まあそこが果たしてどうなるやらっていうところで、あったあった、この小屋のところでね、アイテムをシコシコと持って行きましょう。 OK、ゲット中かな。 OK、 よし、メモリーゲット。さあこれであったかいコーヒーでも飲みながらね。That's all the missing data chips. We're good to go. 甘いものが飲みたくなるから。ココアかな。もう真逆の季節やけどな。この季節にホットココアなんかの思いもいいじゃないか。汗止まんなくて寝れなくなってしまうからな。いやー本当に。この季節ってなんだろうな、こう冬じゃないや、冬くらい寒かったらもう諦めがつくけど。なんだっけ、あのあれですわ、夏場とかだったら、あ違う夏場じゃない、春とか秋の朝ってちょっと寒いじゃないですか。で結構格好どうしようかって、散歩に行く格好どうしようかなって悩むんですけど、あのね夏の散歩って朝結構涼しくって、かつ半袖で出ていくことが余裕でできるから、うん、だから結構ね朝のね散歩はね、僕は夏が個人的に好きだと。季節全体で言うと夏が一番好きだからね。冬ダメ、本当にダメ。もう一瞬で見たら凍えるから。ダメダメダメ。ね、まあ好きな季節で、ね、苦手な季節ってのあると思うけど、ちょっと聞くぞって、ジェイク、そんなところにいたら。大丈夫大丈夫か。ベーン、まあ、走っていくよりも、これで滑っていきようっていう方が早いから。ベーン、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 よし、間違えたー。これで落ちないのがすごいよね。もうちょっと左向いてみる。さあこっちから行けない太陽、ラララララララ。昔スキー場とかでさ流れてた音楽が当時流行り物の音楽とかだったらさ、スキースキー、あぶれ、おおおおおお、すげえ落ちなかった、危な、普通落ちて死ぬけど、まあ普通じゃないから言ってるけど、僕の中でのスキー場の音楽といったらマイギフトトゥーユーですよね。まあ、マイギフトトゥーユー自体がね冬の音楽だからね。で面白かったのが親父がねスキー、親父がスキー滑ってて、こう派手にこけたんですよ。で派手にこけた時にスキー板が外れちゃって、でシューって前滑ってきちゃったんですよ、ね、それを拾いに行く時の音楽が、
地上の星っていう、うん、風の中のスバルつってその音楽が流れながらスキータ追いかけているっていうエピソードはね面白かったよね当時ね。しまった、これを拾わずに進んでたみたいな。サイパーライトもエレファントがあるから、うん、さて、これはここ登っていくんだったっけ。毎回登るっていうか戻るところを間違えちゃってる気がするけど、これあったっけ。間違ってたら進まん、間違ったこっちじゃない、地図に従っていこう。で、扉をくぐり抜けてしまうと、あのもうちょっとムービーに入って落ち着くところができない、落ち着くところがないので、もうちょっとこのまま進んでいきますね。はい、あ、進んでいくじゃない、間違えた。あのその手前のところで一旦ゲーム区切りたいというふうに思います。はい、で、小屋の中でね、ちょっとジェイクとシェリーが男女の仲になる瞬間をちょっと皆さん見届けながら、全員で、ね、嫉妬しつつ男性陣はパンプアップしていただいてっていうシーンを次回冒頭お届けしたいというふうに思いますので、ぜひねお楽しみにしてくれたらいいかなというふうに思います。相手もだいぶ増えてきたな。ハンドガンの弾がめちゃめちゃ余ってるもんね。まあ仕方ないように今ハンドガンとエレファントキラーとスナイパー、おーい、のっぺりのっぺりで、確かこれで自力でいけるんじゃなかったっけ。よいしょ、ヘイ。じゃあ拾ってということでね、本日はこの辺りでこの扉をくぐる前に終わりたいと思います。ということでね、本日も動画最後ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお楽しみいただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。美女と共にバイバイ。警戒してるー。